Hey guys! モンスターズジョン TV! 始まりました、モンスターズジョン TV! てことで、今回はちょっと特別な回。前々からルームツアーをやってみたいなと思ってたんで、今回ルームツアーをやっていきたいなと思います。それでは始めていきましょう。では最初はこちら。僕はね、普段ゲーム実況とか、まあ、それ以外にもね、いろんな動画を撮ってるんですけども、ゲーム実況以外の動画はこちらで撮ってまーす。ね、こんな感じ。で、この背景はね、先日新しくしたばかりですね。僕の好きなものがいろいろと集まってます。ではこちら左上、スラムダンク。ね、僕はスラムダンクが大好きでね、DVD ボックスも買ったほどです。そしてその下ワンピース、右上にウォーキングデッド。このお二方超有名なね、ハリウッドスターなんだけども、お会いしましたね、処刑人に出てたお二人です。そしてそしてその下が What the fuck news からの2016年バージョンのね、となって、ウーバーワールド。ウーバーワールドも僕大好きなんですよ。タクヤさんめちゃくちゃ歌うまいよね。そして右上にワイルドスピードからのまったり雑談ね。そして遊戯王、遊戯王からのバジリスク。僕が好きなものたちが集まっております。遠くから撮るとこんな感じですね。じゃあちょっとここのソファーに座ってみようかな。はい、ソファーからはね、こんな感じになりますね。いつもここでテッド君とテレビを見たりしております。その上、この上のポスターがね、僕が大好きな映画タイムという映画のね、ポスターでございます。ジャスティン・ティンバレイクさんとお隣の女優さんは、最近ではねテッド2にも出てた女優さんですね。そしてそのお隣、はい、ここが僕の作業スペースですね。だけどそれはまた後ほど。ここからは僕の好きな DVD コーナーへと行きたいなと思います。ってことで次は僕の好きな DVD コーナーへと行きたいなと思います。まずこちらマッドマックスね。マッドマックスもすごく好きな映画ですね。最近では一番衝撃を受けたかな。そしてその下、はい、ここがね、僕が好きな DVD たちが入ってるところですね。はい、こんな感じでトランスポーターだったり、トランスフォーマー7、そしてワイルドスピードね。ワイルドスピードはもう全部持ってます。からのその下は、はい、右からね、ハンコックだったりとかね、こうあって、でゲームがいろいろとありますね。ゲームはバトルフィールドだったりとか、コールオブデューティーとかね、龍が如く、ワンピース、マッドマックスもあります。あと一番ハマってるのはやっぱりバトルフィールドだね。で左側にバイオハザードシリーズ、そしてさっき紹介した処刑人ね。であとは僕が好きなDVD があったりしますね。ディル・ワン・グレイ、メジ・ブレイで、本もね、嫌われる勇気、洗脳、これはトシさんのね本ですね。普段休日はここら辺の映画を見たりしてます。はい、 DVD たちのね下にはこんなものもございます。はい、ダンベルですね。片方約30キロあるようなダンベルですね。めちゃくちゃ重いです。こういうのを使って普段筋トレもしております。それではここからは僕の作業場へご案内します。はい、こちら、ここでね、普段ゲーム実況だったりとか、まあまったり雑談的なやつもね、今はまだここでやってるけどもね、近々もしかしたらそれも進化するかも。基本的にはここでゲーム実況だったり、今はそのまったり雑談的なね感じの動画も撮っております。
モニターは3つ、ゲーム用がね2つあって、そして一番奥が僕の仕事用のパソコンになります。はい、じゃあちょっとね正面からも撮ってみたいなと思います。正面から撮るとこんな感じですね。こちらはね壁も先日新しくしましたね。こんな感じで龍が如くがあったりとか、ジョジョがあったり、ワンピースね、バトルフィールド4最近始めましたね。そしてコールオブデューティー、バトルフィールドハードライン、真ん中はね、僕はねポルトガル語でも動画を実は出してたりするんですよね。はい、こんな感じです。ではここの椅子にちょっと座ってみましょうかね。はい、手元はこんな感じですね。マイクがあってモニターが1の2の3個ね、あります。はい反射してるね、これね、鏡みたいにねめっちゃ反射してる。これね鏡みたいにめちゃくちゃ反射する。うん、ちょっとねうまく喋れなかったそして僕が好きな香水、匂いには僕はすごくうるさいんですよね。部屋を常にきれいしないと嫌だし、匂いもね常にいい匂いじゃないと嫌だということで、家にいたとしてもこういうね香水を使っております。ブルガリのブラック。そしてこちらですね、はい、拳銃もねちゃんと置いてますね。やっぱりね外国人の皆さんはちゃんと護身用にねこういうような銃を持ってますね。何かあったらしっかりと対応できるように僕は常にこれをここに置いております。これで安心。はい、嘘です、エアガンですそんなバカなね、外国人といえば拳銃を持っている、うん、そんなことはない。はいはい、普段はねこんな感じでここで作業をしてます。でね、僕はねワンピースがねすごく好きで、でそれのポスターも実は貼ってたりしますね。それをちょっとご紹介したいなと思います。まずはこちらですね、最近ではすごく有名になりましたね、加藤サリさん、うん、ちょっと違うかね、ドフラミンゴさんね。もうドフラミンゴを見るとね、もう加藤サリさんにしか思えないんだよね。逆を言ってもね、加藤サリさんを見たらドフラミンゴにしか思えないんだよね。不思議ですね。そしてそして、はい、こちらですね、剣闘士ルーシー、つい先日ドレスローザ編がアニメでもね終わりましたね。ここからはどんな展開になるんでしょうね。まあ僕はジャンプ派なんでジャンプを常に見てるんだけども、ここから先ちょっとネタバレね、どうなると思います？皆さん実際のところ、僕はねここからビッグマムのところに、まあ、ルフィ君が行って、やはりローラ、スリラーバーグで出てきたローラね、ローラの母親だった、ビッグマムはローラの母親だったっていうのが、まあ、波をきっかけに発覚し、でビッグマムと同盟を組みカイドウをやりに行くような感じがするんですよね。でマルコも同盟に入って、白ひげので、動物たちも同盟におり、そしてジンベエも加入しからのドレスローザでルフィの同盟に入った戦士たちね、それが集まって大戦争になるんじゃないかななんて思っておりますね。皆さんはどうこの先の展開を予想しますか？お気軽に皆さんが想像するこの先の展開をね、僕のコメント欄にいただければなと思います。部屋の全体図をみんなに見せていきたいなと思います。はい、こんな感じっすね。普段撮るところがあって、 DVD のね棚があり、カーテンからの僕のね作業場がこうあって、そして右の方に行くとテレビがあって、さっきご紹介したねタイムという映画のポスターがある
そんなような感じです。はーい、ね、こんな感じです。てことでね、こんな感じでルームツアーは以上となります。いかがでしたでしょうか。こんな感じのところで普段作業をしたりしておりますね。テト君も今日はどんな感じだい。テト君、はい、ってことでいかがでしたでしょうか。ルームツアーこんな感じで以上となります。皆さん感想をコメント欄の方にお待ちしますんで、ぜひともお気軽にコメントをしてってください。チャンネル登録もお忘れなくね。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time!